双葉 YouTube チャンネルをご覧の皆様、こんにちは。鈴木雄平です。今回はですね、デュアル RX リンクシステムと TM18 を用いて、実際にどのように動作するのか、皆様にご覧いただければと思います。前回の動画、TM18 の商品説明ですね。で、バックアップ動作の、説明で、受信機の配線ですね、これを切り離した状態と、接続した状態で、2.4GB と、920MHz、での、コントロールがそれぞれ可能であることを、紹介しました。これは実際に飛行中で起こっている状態とは、違いますので、改めて技術部門の方へですね、お願いして、もっと、面白い紹介といいますか、実際の、状態を、ご紹介できればと、思いまして、実験装置を作ってくれましたので、これを使用して、ご説明したいと思います。また前回は、FDLS-1 を活用したバックアップ機能の紹介でしたが、今回のデモで使用する受信機では、デュアル RX リンクシステム、バックアップ機能を受信機本体に内蔵しているモデルを使用してみたいと思います。これを使用していただければ受信機周りがすっきりしますので、機体への搭載がより簡単になると思います。サブ側に接続する受信機は 2.4GB 920MHz、 どちらでも構いませんが、今回は特に 920MHz のバックアップ動作を説明するので、920MHz 帯を使用した R9001SB を使用します。ちなみにデュアル RX リンクシステムを、内蔵しているモデルは、機種名では、R7273 シリーズとなります。それでは、実験のセットのご紹介になります。2.4GB の、メインの受信機ですね、こちらは、デュアル RX リンクシステムを、搭載した R7314SB を使って、この受信機に、ちょっとここですね、特別に、改造を加えて、わざと 2.4GB の受信が、途切れるように、ここにスイッチをつけました。このスイッチを、オンにした時だけ、受信機が途切れるようになっています。つまり機体側で、受信状況が悪化した、受信エラーが起こった場合と同じような、状態を再現することができます。で、このサーボ2つですね、このサーボは1月に発売しました、SA400 を2個使用しまして、1つは、7314SB の SBUS2 に接続し、4ちゃんにプログラムしています。もう一つは PWM の4ちゃんに接続しています。はい、それではですね、まずサブレシーバー用の接続ケーブル、これを切り離した状態で、送信機の4ちゃんですね、ラダーですね、これでサーボが動く状態になっております。これですと、今までのシステムと全く同じような構成ですね。で、このメイン受信機カットのスイッチを入れます。はい、こうすると、LED が赤になって、電波状況が悪い状態を再現できているのが確認できます。はい、続きまして、9001SB ですね、こちらにサブレシーバー用のケーブルを接続しました。で、さらに送信機はですね、後ろ側見ていただくと TM18 が付けられていて、グリーンランプもついている。で、こちらもグリーンランプついてて、7314の方もグリーンランプが2つついている状態で、デュアル RX リンクシステムが、機能している状態となっております。この状態でですね、送信機を動かすと、今現在 2.4GB の方で動いている状態となっております。で、ここでメイン受信機の、カットスイッチを、押したいと思います。はい、LED が赤ですね。これで 2.4GB が、受信できない状態で、R9001 の 920MHz 帯で、動作していることが、確認できます。
はい、このようにですね、電波状況が悪くなってもスムーズに切り替わって操縦が継続できていることが確認できます。現在販売している TM18 は 2.4GB のバックアップ用として開発した商品です。ですが日本ラジコン電波安全協会さん RCK さんですね、こちらの審査を合格した商品です。ですので 2.4GB の送信機同様15台での同時フライトなど可能だったり、単独でのご使用をしていただけるスペックは十分に有しておりますが、フェールセーフ機能が制約あったり、3ちゃんだけですね、3ちゃんだけフェールセーフ設定可能、あとテレメトリー機能がなかったりしますので、双葉としましては 2.4GB のバックアップですね、こちらでの使用をお願いしております。以上でデュアル RX リンクシステムと TM18 のご説明を終了したいと思います。皆さんもデュアル RX システムと TM18 を併用いただき、ご安全にフライトしていただければと思います。ご視聴ありがとうございました。